セベリン・キーファーは、オーストリアのザルツブルク州ハラインン・クッフル出身の男性フィギュアスケート選手。ミリアム・ツイーグラーとのペアで、オーストリア代表として2014年ソチオリンピック2018年ピョンチャンオリンピック出場を果たす。1994年にフィギュアスケートを始める。2007から2008シーズン、トリグラフ杯の男子シングル部門で3位となる。2009年、 4月にベルリンで開催されたペアスケーティングのトライアウトを経て7月に3歳年下のスティーナ・マルティーニとペアを結成オーストリアでは10年ぶりとなるペアの誕生であった同年から国内外のペア競技に参加一方で引き続き男子シングルの競技にも参加し続けている翌2010から2011シーズンには欧州選手権のペア部門に初出場 参加15組最下位の成績に終わるが、オーストリアのペア選手として実に15年ぶりの参加を果たす。また、世界選手権のペア部門にもオーストリア勢として14年ぶりの出場を果たした。2013年の春、競技から引退していたミリアム・ツイーグラーとトライアウトを行い、ペアを結成した。2013から2014シーズン。 ネーベルホルンハイでは12位でソチオリンピックの出場枠を獲得することはできなかった。しかしその後、エストニアとフランスが出場枠を返上したために、補欠、第2位のオーストリアが枠を獲得し、オリンピック出場が決まった。姉のユーリアもジュニアクラスで国際大会出場歴があり、現在はフィギュアスケートのコーチとして、セベリーのコーチングチームに加わっている。 詳細2011欧州選手権でのキーファーと、マルティーニ2011欧州選手権でのキーファーと、マルティーニ詳細。ありがとうございます。